ポンちゃん、まるちゃんのアジアの話。9月入りましたよ。入りましてね。まあ内閣構造おお、はい、昨日ね、新しくなった。はいはい、なんか怖いっすね。なんかね、なんかもう、じゃあ僕的には、はい、もう完全に消費税 10% になりますよみたいな内閣になっちゃったのかなって感じがしますね。まあ来年の10月ですよね。思考はね。はいはいはい、うん、でもやっぱ年内来年度予算もあるから、うん、今年に決めちゃうんですよね。もちろんね、うん、まあ、ただね、その9月になって乳製品の値上げだとか、うん、もうやばいですよ、ね、いろいろ。だから特にね、飲食店なんかやっていると、うん、打撃って直じゃないですか。直ですし、やっぱりね、うん、消費落ちてるなって感じしますよ。だからやっぱみんななんか景気悪いよね、うん、なんかちょっと下火な感じがしますよ。はいはいはい、うん、だからね、その家庭に、ね、及ぼす影響っていうのは、うん、他のものでね、うん、代用しようだとかあるかもしれないけど、お店って、ね、メニュー決めてるから、他の店で他の、ね、品物で代用ってなかなか難しいじゃないですか。そうなんです、うん、とするとやっぱり原価が跳ね上がってっていう感じで利益が薄くなるわけじゃないですか。あとね、ついこの間まで売れてたもんがだんだんやっぱ売れなくなってきたりとかね、はい、あのメニュー数が多いと如実に出るんですよね、はい、あ、なるほどね。あ、まあ飲食店に限らずね、もういろんなところで、うん、まあ、ガソリン代はね、そもそもずっと上がってきちゃって、まあね、輸送コストにやっぱりそれもね、跳ね返ってくるっていう部分では、いや、でも当分だからね、はい、上がり続けるんでしょうね、ガソリンは。あ、まあね、そうなると、まあ、国の思うつぼじゃないけれども、ね、まあ、デフレ脱却っていう部分に対しては、はい、ね、品物を各種全部上がりはするんだけれども、ただそれインフレで不景気だったら意味ないよね。本当そうなんですよ。だからこれからどうなるのかなっていったところで、うん、多分これでね、消費税上がるなんて言ったらもう相当ブブー来るんじゃないのかなっていうね。いや、ちょっとあの本当に二極化されちゃうっていうか、うん、はいはいはい、うん、ただね、この夏のボーナスっていうのはみんなね、上がったみたいな話は聞いているんで、うん、だけど、はい、そのなんか影響ってなんか出てます？いや、出てない。出てないよね。街中見ても周り見てもそれほど出てないなっていうのは感じますね。全然出てないと思うね。どうなっちゃうんですかね、これ。ねえ、いや、きついと思いますよ。ねえ、まあ、なんか夏休み終わっちゃって、うん、ちょっと今週いっぱいはみんな落ち着いちゃうのかな、はい、うん、まあそりゃそうだけれども、なんかすごくけじめっていうかね、うん、その夏休み終わったらいきなり涼しくなっちゃったじゃないですか。なんかね、うん、季節感丸出しだよね。ねえ、うん、これからちょっと暖かくなるのかな、またずっと。いや、今週、うん、まあ、でも今週末雨だっつったからどうなんですかね、このまま秋に、あ、今年は秋がちゃんとあるのかもね。去年なかったじゃん、秋、はいはいはい、うん、夏終わったらいきなり冬みたいな、いきなり寒いみたいな、ね。うん、今年はちょっとちゃんと秋があるのかな、だから紅葉がちょっともしかしたら いつもより早いっていうか例年に戻るのかな、はいはいはい、10月ぐらいから紅葉、10月の後半ぐらいから紅葉があるのかもしれないね、うん、しかし早いですね、もう今年もうあと4ヶ月しかないですよ。いやー、参っちゃったね。何なんですかこの早さ。っていうか全然遊んでないっすよ。
そう去年より遊んでない去年より遊んでる気がしますけど。いや違うだ、俺の遊びってさ、やっぱりまあ海外行って、ああそうだね、うん、頭の中すっきりさせて、うん、で戻ってきてさ頑張ろうみたいなね。ちょっと今月、はい、あのいろいろ僕もケリをつけて、はい、10月ちょっと行きたいですね。ちょっと飛び回ろうかなと思って。まあせっかくねこういうアジアの放送やってるわけだから、全然行ってないって言うと話にならないじゃないですか。そう、ただしね僕ねやっぱりね10月からやっぱ新規事業をいろいろやりたいなと思ってまして。もう、うん、それ飲食店以外に。そうですね、でもやっぱある程度ポンちゃんとね、はいはい、行動を共にしていろいろやっていきたいなと思うんですけど。そうですね、僕のまあ個人的な仕事の中でもかなりの変化がこれからあるんじゃないのかなっていうね。じゃあそっち俺も入り込めれば入りたいなと思うんですけど、うん、いいっすねいいっすね、うん、もうねやっぱね、はい、この情報社会にですね、はい、やっぱね店にずっといるとね、それはね致命傷ですよ。話になんないですよ本当にね、何らかの形でやっぱり外を見なければ、うん、やっぱり取り残されちゃうよね、うん、だからね今の現状を打開するには、はい、今の現状を一度一回その、うん、第三者的な立場になってですね、まあちょっと売上下がってもいいから、はい、一回ちょっと出るっていうことしないと、うん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 、新しいものはやっぱ取っかからないかなと思って、そのぐらいの覚悟でちょっとやろうと思ってます、はい、そうですよね、うん、ただやっぱりね外の景色見れるっていうのは、うん、業種によってみんな違うじゃないですか、うんうん、まあでも精通するものがあるじゃないですか、うん、いろいろとね、はいはいはい、例えばね僕みたいな会計業っていうのはいろんな会社見れるから、ね、うん、すごくね、まあ、景気の変化っていうのが、ね、身に染みて分かってきたりだとか、ね、うん、あとはこの業種がいいとかこの業種が悪いだとかね、うん、いろいろ分かるんですけれども、やっぱり飲食店なら飲食店で特化しちゃうと、ね、そっちの方面その業界しか分からないっていう部分で、第一ね、はい、これからねやっぱり一番懸念、うん、飲食店でこれから一番懸念されるのは、俺怖いのは、はい、うん、あのね、需要と供給のバランスが今度でやっぱ崩れると思うんですね。ほうほうほう。っていうのは、はい、これからどんどん需要は確かに上がっていくはずなんですね、うん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 、ただ供給の方のバランスが、はい、その崩れる。どういうことかっていうと、うん、まず働き手がいない、人手が不足になっちゃう。だから今現実的にね、その景気、はい、好景気あの低迷期とか関係なくね、うんうん、やっぱ大きい箱のお店がどん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 お客さんがいなくなってるのは、ほうほう、あのまず働き手がいないっていうのが一つと、はい、うん、それとあとやっぱチェーン店さん、うんうん、今どんどん店閉めちゃってる。で一つの原因は売り上げが悪いからじゃないですね、うん、人手不足なんですよ。あ、なるほどね、うん、そうね、まあ、ある牛丼店なんかはね、そうそう、もう俺びっくりしたんだけど、うん、なんか知り合いの知り合いから聞いた話ね、はい、なんかパートでね、ええ、そのあるチェーン店さんに面接行ったんで、はい、ええ、時給いくらだと思いますか。まあ900円ぐらいから、まあそれは絶対ないんだけど、まあ1000円以上だから、うんうん、1600円だったよ。それぐらい人いないんですよ。1600円でも人来ない、うん、いや世の中 の, そのニートだとかそういった人たちって、世の中のニートの人まず働くつもりがないから、働きがないから時給がいくらだとかそんな関係ないんだよね。であとまずもう一つ問題は、うん、もう一つ問題じゃないんだ、問題じゃないんだけど、うん、あのすごく今までと違うところはね、はい、外国人の方、外国人労働者の方、まずいないんですね。どこ行っちゃったのかな。いや、いるんですよ、うん、日本にいっぱい、うんうん、ただ、うん、日本人よりお金持ってるんですよ。あ、もう自国で稼げちゃうっていうか、うん、うん、いやそうだよね。いや昨日もたまたまね、うん、中国人の女の子のいる店行って、うんうんうん、話したんだけど、うん、日本にいる必要ねえじゃんって話をしたのね、うん、そうそうそう、うん、ただ彼女たち言ってたのは、いやもう中国嫌いだから、そうそう、だから国が嫌いだからそう、じゃああの働くから働く、うん、お金稼がなきゃいけないから日本来てるんじゃないんですよ、うん、みんな今、うん、だから変わってきてますよね、そういった意味でね。そうなんです、うん、ってことは、はい、働くやついねえんですよ。あ、そうね、昔はね当たり前のように東南アジア方面ってみんな出稼ぎ労働者っていうことで日本に稼ぎに来た、はいはい、ただその日本に稼ぎに来ることによって魅力がなくなれば、稼ぐことに対してね、うん、魅力がなくなれば、うん、ただいるだけ観光っすよ。あ、もしくは、ね、まあ、日本の文化に触れたいとか、その、まあ、自国よりも日本のが、はい、楽しそうだなと思って来る人たちや、うんうん、まあ、普通にね、うんうん、そういう感じで、だからお金目的で来る人がいなくなったので、はい、で日本人の若者も少ない、うん、さっき言ったニートの人たちは働かない、はいはい、ね、うんうん、で、うん、飲食店どうなるのってこと、はいはいはい、ただ飲食店に関しては都心部に言えば、これを都心部にしてみればね、これは間違いなく、うんうん、オリンピックまでの間は、はい、完全にこうお客さんが増える
傾向にあるわけじゃないですか、まあ、それ見込んでないとねやらないだろうから、そうそうそう、はい、ってことは、うん、需要と供給のバランスが崩れるわけですよ、うん、じゃあそのお店飲食店どうやってやっていけばいいのか、はいはいはい、会計的に言うとね、うん、例えばその飲食であれば原価率 30% 以内だとかね、うん、家賃比率、ね、うんうん、15% 以内だとか、うんうんうん、そういうセオリーってあるじゃないですか、うんうん、それが崩れてきてるんですよね、あ、まあ、それもちろんそうです、人件比率っていうのはこれから上がってくる、どんどん上がってます、で、はい、原価率も上がってくるとすると、どこでその差額埋めなきゃいけないのっていうと、うん、変な話、売上上げれば、ね、うん、なんとかなるかもしれないけれども、はい、これも上がらないとなると、うん、やっぱりどっか削るしかないわけじゃないですか、そうなんです、ね、利益がどん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 少なっていく、でしかもね、はい、最近の流行りがね、はい、まあね、うん、中食というやつですね、中食ってなんですか、だからまあ家で食べない、ああ、はい、家で食べる人と、うん、外食、あと外食の間の中食っていうのがあって、まあケータリングだったりとか、ほう、あとは家で食べるんでも、うん、スーパーで物が揃っちゃうんですね、いろいろ、はいはいはい、家飲みですね、あ、家飲みね、うん、あ、やっぱり主婦層なんかみんなね、うん、仲間集めて家飲みしてるよね、うん、そうですし、あとまあ若い連中もそこら辺でね、例えばなんだけど、うんうんうん、成城石井とかあの辺でね、はい、うんうん、お店で売ってるようなものが売って、うん、お店で出てくるようなものがそのまま売ってるわけですよね、はい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 、それを買い込んで、うん、ワインとかもやっぱり1000円2000円安くなるわけじゃないですか、はいはい、お店に飲むよりは、ね、それを買い込んで家で飲むとかね、なるほど、いやね、その、まあ、うちの事業の一つで、うん、会資会議室事業をやってるんですよね、はい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 、で普通にそのマンションを貸してたら、はい、まあ、この地域だったらもう7万8千万円の賃貸でしか貸せないよと、うん、ところが貸し会議室に変えたらその倍ぐらい稼げるんですよ、うん、なるほど、 どういうことかっていうと、うん、喫茶店、うん、うちにジョナさんだとかね、はいはい、近いんだけど、はい、ジョナさんで一人一人がコーヒーで飲んで、うん、トータル1時間2時間いるよりも、うん、自分で好きなものをコンビニで買って、うん、はい、貸し会議室でみんなで食べてるっていうようなね、はい、そういった風習があるのかなって、うんうん、で僕はねそう思うんだけど、はい、その貸し会議室にケータリングを合わせるのが一番いいかなと思ってるんですけどね、うちの会議室は実はこういうサービスもやってますね、はい、うん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 、こういう出前ができますね、はい、へえ、でその借りる人の用途を見ると、うん、まずその勉強会だとか、うん、はいはい、なんとか教室だとかがあるんだけれども、はいはい、うん、多いのがオフ会っていう ね、そうなんですよ、ね、そうそうそう、たまたまこうみんなでね、はい、こう決まった時間に集まるって、うん、まあ現実に、そうそうそう、今まではこうネット上でね、うんうん、会話してた人たちが顔を合わせてやるってやつですね、はい、はいはい、これお店行っちゃうと、うん、飲み物なくなっちゃったら、うん、はい追加ねっていうことでどん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 料金がカウントされるわけじゃないですか、はいはい、でもオフ会で貸し会議室だとかね、うん、誰かん家にいるっていうと、うんうん、買ってくればいいわけだから、なくなっちゃったら、あ、もうしょうがないか、じゃあね、うん、お開きにしましょうかみたいな感じで、はい、そういう傾向になってきてるのかななんていうね、まあね、うん、いやそれも、はい、いわゆる財布の紐が固くなってるんですよ、お、まあ、ただね、その飲食業界で見てると、うん、喫茶店いいですよ、ん、喫茶店、あ、喫茶店はカフェは、うん、だからここに2年ぐらいすごく上がってるわけです、うん、だから、うん、しょっちゅう僕も話してるように、はい、カフェ業態は、うんうん、まだまだ需要がありますよこれから、うん、なんでカフェに行くのかな、みんな、え、なんでカフェに行くようになっちゃったのかな、なんででしょうちょっとそこら辺をね CM の後に検証していきたいなと思うんですけどね、そうですね、まあでもこれからまだまだいっぱいあると思います、はい、
まあ、そのカフェっていうね、うん、まあ、一つ取って、うん、例えばその中国、うん、スタバができたなっていうね、うん、すごい勢いで増えてるじゃないですか、はいはい、うん、で当時まだね10年前、うん、そのスタバが向こうに出来出した頃っていうのは、うん、金額って日本とほとんど変わらないんですよ、うん、まあ、向こうはちょっと高かったかもしれないね、もしかしたら、うん、ひょっとするとね、うんうん、でもね、そのなけなしの給料払ってなかなかよく分かんないけれども、うん、そのカフェに行くことがステータスっていう部分で、うんうん、若者たちに超人気でですね、まあ、富裕層ね、そうそうそう、どん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 流行ってきたと、うん、今もうねその中国人もお金持ちになってきちゃったから当たり前のような感じなんだけれども、うん、日本においてもなんかそのカフェっていうのがだん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 変化しつつあるんじゃないのかなっていうふうに思えるんですよ。でその前はドトールだとか、うん、そういった安いカフェ、うん、ね、100円台で飲めるような、うんうん、本当まあコーヒー一杯安く飲めればいいなっていう感じなんだけれども、うんうん、今やっぱり見ていると高いコーヒーで、だからそこもやっぱ二極化されてて、うん、だから変な話スターバックスもタリーズもドトールも今同じカテゴリーになってるんですね、うんうん、はいはいはい、でそれ以外の人たちが、うん、例えば1杯800円900円のコーヒーを出すお店に集まってるのはなぜかというと空間だったりなんですね、はいはいはい、あとは、うん、現実的にその美味しいコーヒーを飲みたいなっていう、うんうん、でそれで今度今そのスターバックスドトール行ってた人たちが行かなくなっちゃったっていう傾向があって、はい、うんうん、そういった人たちがどこに行ってるかっていうと、うん、コンビニなんですよ。それのもう最もたるのがセブンイレブンで、コンビニコーヒーが腕上げたなっていうね、美味しくなりましたよね、うん、ただあの他のなんかコンビニはちょっと差し置いてですね、はい、うんうん、セブンイレブンズバ抜けてるんですよ。それはなぜ？売り上げもズバ抜けてるんですね。なぜ？あのね、うん、買ってる人が違いが分かってるのかな、うん、あ、いや俺なんかコーヒーってよく分からないんですよ。いや確かに、うん、セブンイレブンのコーヒーダントツうまいですね、うん、あ、そううまいまずいぐらいは分かるんだけど、うん、この酸味がだとかこのね苦味がだとかね、うん、コックだとか、うん、俺全く分かんねえもん。ああそうなんだ、うん、まあ、でも買ってる人たちやっぱ分かってるのかなってきます、うん、でしかもあのコストパフォーマンスです、はいはいはい、あのレギュラーが100円で、はい、L サイズが150円だっけ、うん、100、あ、120円だっけ忘れてたけど、うん、あの手軽さ安さ、はいはい、ああ、うーん、だからコーヒーの消費量って前よりも増えてんのかな。ね、消費、あのね、もともと世界第2位なんですよ、はい、日本って。え、そんなもんなんの？コーヒーの消費量、あの高度成長期から喫茶店が流行る、はいはいはい、うん、でサラリーマンが必ず、はい、一服するのに、うん、コーヒー喫茶店っていう、で、あとまあ変な話、学生たちが不良も含めて喫茶店にたまるっていう時代があったでしょ、うん、だからインベーダーゲームのある喫茶店によく行ってたっていうね。そう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 、あとフォークソングが流行った時、時代も俺がもうガキの頃、本当小学生とかの時ももう喫茶店はもうたまり場だったでしょ、うん、高校生の、うん、高校生とか、まあ、サラリーマンとかたまり場だったですよね、うん、そういう文化からずっと来てて、はい、消費量は本当落ちてなくて世界第2位なんですね、うん、おー、うん、今さその高級コーヒー店って言われるところって、うんうん、BGM って何かかってる？あんま気にしたことないな。気にしたことないんだよね、うん、昔はその有線、まあ、でも大体ほとんどジャズとかじゃないですかね。ああそっち方面、ね、基本そっちかな、はいはいはい、で変な話流行ってるカフェは、うん、その音楽が聞こえないぐらいなんか結構ね、うん、静かじゃないんですよ。みんなの喋り声で結構かき消されてる部分があって、集会所ですよね。なるほどね。で俺からするとなんかやっぱり時代が繰り返すんだなって思ってて、一、うん、はいはい、回だからその高度成長期のちょっと手前ぐらいの時代にまた世の中ってももりつつあるのかななんてちょっと思ったりしています。はいはい、はい、うん、なるほどね、うん、だから未だにその昭和を思わせる喫茶店って、うん、時々あるじゃないですか。どんどん潰れてるんですよ。そうでまだあることは。で俺もね昔から好きだった新宿三丁目にあったね、はい、あの喫茶店が、うん、とうとう閉めちゃってですね、そこねもう70歳ぐらいのおじいちゃんがまだマスターでやってたんですけど、親子でね、はいはいはい、結局亡くなってなんかオイスターバーかなんかなっちゃって、なんだよとか思ってがっかりなんですけどね。時代を繰り返すっていう部分ではね、やっぱりそういう喫茶店がまた出てきてもいいのかなみたいなね、うん、やっぱり一番うまいのはドリップだから、うんうん、そのサイフォンじゃなくてね、ドリップで入れてくれるようなお店、はいはい、また流行ってるんですよ今実は。あ、そう、うんうんうん、逆に言うとサイフォンで入れてくれる店ってないですよ。
まあ、椿屋コーヒーっていうのがあのグループぐらいはサイフォンでやってたかなと思いますね。やっぱりなんか木豆はいい豆はやっぱサイフォンが一番うまいらしくて、はい、で最近やっぱりそのバリスタっていうのはあのヨーロッパのコーヒーの入れ方で、そのサイフォンはまた別なんですよね。で資格がまた別なんですよ。コーヒーソムリエみたいな人が入れるのがやっぱりそのサイフォンなんだ。サイフォンじゃなくてあのドリップなんですね。バリスタっていうのはあの機械を使ってあの濃縮したコーヒーを出すのがバリスタで、はいはい、それと別にやっぱりコーヒーソムリエはあのドリップで入れるんです、はい、うん、でそういう免許ってブラジルとかコロンビア行かないと取れないですよ、はい、へ、いわゆる我々が普通に飲んでるコーヒーっていうのはほとんど機械じゃないですか、はい、あの機械は分類すると なあれはヨーロピアンコーヒーの入れ方で、あのスタンダードなちゃんとしたコーヒーの入れ方とちょっと違うんですね。だ豆も違うんです実は、ヨーロピアンローストのコーヒーなので、もうハイローストなんですね結構。ヨーロピアンとアメリカンって、ね、アメリカンローストっていうのはローストが薄いんですね、でヨーロピアンローストはすごくハイローストっていう、はい、でもう一個中間があるみたいなんですけど、はいはいはい、で昔僕らがコーヒー、一番うまいのって言ったら何、ブルマン、ブルマン、俺はブレンドって言えば間違いねえかなっていうね。まあ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 、まあね、ブルーマウンテン、はい、で今ブルーマウンテンは実はすごく高騰してて、はいはい、あの結構、あのもう生産者が少なくなったりとか、あとはちょっともう一つは、あのまあブルーマウンテンってあれどこだっけ、国どこだっけ忘れちゃったんだけど、俺ブルーマウンテンだよ。何、青山学院。ああ、はいはいはい、あ、すみません。でそこがね実はね、もう何十年ぶりかの干ばつ、今実は今年出てくるブルーマウンテンは、すごい去年よりも 1.5 倍から2倍ぐらいになっちゃうんだって、高くなっちゃうんだ。高くなっちゃうんですよ。へえ、すごいですね。あ、そう、はい、でまあ今年すごくそのブルーマンが少なくなるんじゃないかって言って、だコーヒーの産地なんかも我々よく知ってるのはその、ね、南米ブラジルなんてね、一番、まあ、ブラジルはやっぱり一番ですね。ただ最近よく聞くのがベトナムコーヒー、まあ、ベトナムは前からありますよ。いや、あのただベトナムコーヒーは、はい、その産地云々は多分インドネシアだと思うんですけど、ベトナムでも作ってるのかな、分かんないけど、だからベトナムコーヒーっていうのは、あの、まあ、練乳が入ってるじゃない、違うの、それはコーヒーの入れ方で、ね、入れ方でしょ、入れ方、豆、そうそうそう、あとその俺個人的に好きなんだけれども全然流行ってないのが、ハワイの粉コーヒー。あ、粉コーヒーは、あの世界4大コーヒーか3大コーヒーの中の2番目ですよ、そうなの、ブルーマン、コーナー、もう一個あるんですけどね、キリマンだっけな。ただ普通の喫茶店で粉コーヒーって置いてないじゃないですか、なかなか置いてないですね、あれって何なんだろうね、あれもね、だからあそこ、あそこ特有のコーヒーで、あれ結構国で守ってるところがあって、輸出規制とか輸入規制とかいろいろあるんだよね、そう確か、だからあんまり出回ってない、だからどうしても欲しければ、成城石井だとかまあまあありますよね。あとでもあれハワイアンのお店とか扱ってんじゃないの結構、まあ、ただね、そうやってハワイアンの店そこら辺にたくさんあるかってまだまだないじゃないですか。まあそうですね、パンケーキ屋になっちゃったかな、あ、そうそうそう、なんかね、だからサーファーの間ではなんか粉コーヒーは流行ってたりだとかね、昔ね、一時流行ったっすよね、はいはいはい、まあ俺はなんかいまいち好きじゃないんだけどね、いや、なんかそのココナッツオイルっぽい、サーフボードのなんかワックスっぽいような、そうかな、なんかイメージでしょ、それセットだからそういう風に想像しちゃうのかもしれないね。でもね、今幻のコーヒーって言われるコーヒーがあるんですよ。ちょっと俺名前忘れたけど分かんねえかな、なんとかトラジャっていう、トワルコトラジャって、そう、あれ今幻のコーヒーとして今復活して大人気なんですよ。復活なんだ。復活なんですね。ただあれにはね、実はすごい物語があるんです、ね、あとでちょっとお話ししますけど、そう、今ちょっと話しきれないな。いや、僕もね、その八王子の喫茶店で、そのトワルコトラジャあるよって聞いて、で、あ、じゃあそれいいですかって。あれ原作国どこが知ってますか。トルコ、ブブキューバ、ブブブブブ、どこなんだろう。実はですね、東南アジアですよ。はい、そうなの。はい、それに日本が実はすごく大きくね関わってるんですよ、俺なんでこんなこと知ってんだろう俺コーヒー屋さんやった方がいいんじゃないの。いや、マジで あれね、すごい、もうね、なんか感動な物語がいっぱいあるさ、中にとあることなんじゃね。マジで、はい、楽しみですね。行きたいですね。ちょっと CM 後に。はい、わかりました。
さあ聞きましょうか。トワラクトラジャー、はい、ね、うん、これ実はインドネシアなんですね。インドネシア、はい、なんかピンとこないですね、インドネシアで、うん、しかもそれを開拓したのが日本の企業なんですよ、はい、ほうほうほう、キーコーヒーという有名なコーヒー、あー、うん、超有名ですね、うん、あそこがですね、まあ、荒れ果てたその戦後ね、荒れ果てたそのインドネシアを開拓するのに、うん、とっても適していると、はい、コーヒーの生産に、でそこを思いっきり投資するわけですよ。ほうほうほう、うん、でやっぱりね、ここがね、中国と日本人の違うところなんですね、はい、でインドネシア の, そのある部族があるんですね、で実はそのトワルコトラジャの、実は今度もし機会があったら見てほしいんですけど、トワルコトラジャって書いてあるコーヒーだけラベルが違うんですよ、うんうんうん、あのね、船の形をした家があるんですけど、それがねマークになってる。ああ、そう。でそれは実はそのインドネシアのあるその部族、はいはい、そこの、建ててる家の形式の形なんですね、はい、でそこの部族だけが、うん、作ってるんですよ、うん、その部族っていうのがトラジャブロ部族とかするんじゃ、ね、名前忘れちゃったんですけど、うん、そうだ、トラジャ族かな、あ、トワルコ族かな、忘れちゃったけど、うん、なんか、はい、その名前 で,、うん、でそこにキーコーヒーがお金を出してですね、はいはい、この日本のすごいところは、うん、これがまたちょっとね比べちゃうと申し訳ないけど、中国と違うところは、うん、中国がもしそこで開拓しようと思ったら、うん、ない、大陸の人間連れてくるでしょ、で大陸の人間働かせて大陸の人間に金戻したでしょ、それが中国のやり方だよね、そう、日本は違う、うん、現地の人、現地のそのトラジャ族だか何だか忘れたけど、その部族の人に豆の作り方から何から全部教えて、はい、全部やってもらって、はい、収穫から何から全部そのインドネシアの人にやってもらってるんですね。そもそもね、そのブラジルに日本人が渡ってって、うんうん、向こう開拓したっていうのもね、そうなんです、うん、まあ、少数の日本人が向こうの人たちと一緒にやって、うん、はい、向こうにねその利益と税金を落としていきましょうと、はい、お、そういう話ですよね、はい、で、うん、今その実はそこでもうそこの元工場長だった人たちもみんな日本人に感謝してると、うん、日本企業ありがとうって、もういいお話ですよね、ですよ。ただ今そうやって幻と言われているっていう部分では、うん、やっぱり量的には全然少ない、収穫量やっぱ少ない、ほほほ、うん、でいろんなキリマンダのいろんなのに押される中で、はい、うん、今新たにだからまた見直されてるのがそのトラ、はい、トワルコトラジャなんですね。あ、そう、はい、でそれキーコーヒーだけが販売権を持ってて、うん、ドトールかなんかで売ってるんじゃないですか、今度行ったら見てください、美味しいコーヒー飲みたくなっちゃいました ね、 ね、はい、ありがとうございました。